鳥のみじい。昔、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おばあさんは長いこと病気で寝込んでいたので、おじいさんは毎日おばあさんの看病をしていました。ある時、おじいさんはとても疲れていたので、畑仕事の手を休め空を眺めていました。すると、とてもきれいな鳥の鳴き声が響いてきました。耳を澄ませて聞いてみると、あやちょうちょう、こやちょうちょう、こがねさらさら、ビビラビンザン、コロリンと聞こえました。なんていい声だろう。わしは耳が遠いから、もっとそばで泣いてくれたらいいのに。おじいさんがそう言うと、鳥は桑の枝に止まり、あやちょうちょう、こやちょうちょう、こがねきらきら、びびらびんざん、ころりんと泣きました。こりゃ人懐っこい鳥だ。こんなきれいな声をばあさんにも聞かせたいなと思い、おじいさんは舌を出しました。すると鳥はおじいさんの舌の先にちょこんと止まり、あやちょうちょう、こやちょうちょうと泣きました。その時、おじいさんが大きな息をしたので、鳥はお腹の中に吸い込まれてしまいました。すると、おじいさんの脇の下から鳥の羽が生えました。ひゃあ、鳥が腹ん中へ入ったら、こんなところに羽が出てきてしまって、困ったなあ、とその羽を引っ張りました。すると今度は、あやちょうちょう、鳥がお腹の中からいい声で鳴きました。こがねさらさら、こりゃあ、このまま家へ行けば、ばあさんにもこの鳥の声を聞かせてやれる。おじいさんは畑仕事をやめて大急ぎで家へ帰りました。コロリン、あやちょうちょう。おじいさんはそれから毎日おばあさんに鳥の声を聞かせました。コロリン。ある晩、おじいさんの夢に鳥が現れて言いました。お前は若い時からとてもいい人だった。人を助けたり親切にしてきた。生き物たちも大事にしてくれたから、その恩返しに良いことを教えよう。お宮の縁日で私の声を村人たちにも聞かせなさい。おじいさんは目を覚まし、ああ、不思議な夢を見た、と思いました。鳥の言う通り、お宮の縁日に出かけて行き、大勢の人の前で脇の下の羽を引っ張りました。すると、その度に、あやちょうちょう、こやちょうちょう、こがねザクザク、ビビラビンザーン、コロリンと鳥の鳴き声が響くので、みんなびっくりしましたが、楽しくて面白くて誰もが笑い出し、不思議と元気になりました。村の人たちは喜んでお金をたくさんおじいさんにくれました。その中に欲の深いおじいさんがいて、本当の鳥なら腹ん中で鳴くものか、何か仕掛けがあるのに違いねえ、
俺にその羽引っ張らせてみせろ。と言うと、無理やりおじいさんの羽を強く引っ張りました。すると、スポンと鳥がおじいさんから抜けて、一声も鳴かずに西の空へ飛び去ってしまいました。その後、この欲の深いじいさんには罰が当たり、貧乏になってしまったそうです。鳥を飲んだおじいさんは村の人たちから大切にされ、いつまでもおばあさんと幸せに暮らしたということです。